本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は復興した阿蘇神社楼門の竣工祭の日の様子と、阿蘇神社門前町商店街の散策、阿蘇内の巻温泉湯楽をご紹介いたします。どうぞ最後までお楽しみください。阿蘇神社に向かう途中の道の駅阿蘇で途中下車。新鮮野菜や物産が豊富に並んでいます。道の駅阿蘇といえばジャージーソフトクリーム。道の駅スタンプブックで50円引きの特典がありました。阿蘇神社に到着しました。地元も復興を祝う祭りを開催しています。到着時には竣工祭の式典が始まっていました。私たち同様、この日を待ち望んだ方々と来賓の方たちで賑わっています。マスコミの取材も行われていました。音頭歌保存会の方々による祝い歌の奉納音がありました。式典を祝うかのような穏やかな晴天。人混みをかき分けての移動です。くぐり初めはもうすぐです。お手水を済ませて迎えます。久しぶりの楼門の姿に感動が止まりません。左手半分ぐらいで。ほぼ変わらない姿に復元されていて、感慨深いですね。楼門をくぐった先にある拝殿を拝むのは約8年ぶりです。復元工事と合わせて行われた耐震補強の柱みたいです。震災前の日常が戻ってきている感じがします。震災前のお正月に訪れた時のことをつい最近のように思い出されます。新しい材料を加えてこれからも歴史を紡いでいくんでしょうね。楼門竣工記念の御朱印を授けていただきました。門前町商店街も散策したいと思います。至る所に湧水があり、水資源の豊富な地区です。こちらのお店で販売されている御神水おみくじをやっていました。中の紙を水に浸したら文字が浮かんできます。お邪魔しました。ランチは近隣の五島屋一宮本店さんにお邪魔しました。なおは赤牛炊き込みご飯と元祖赤牛だご汁セット。私は定番の赤牛丼セットをいただきました。だご汁には柚子胡椒を入れていただきます。赤牛の出汁のいい香りがしています。炊き込みご飯はお出汁も効いて味が染みてて美味しいですね。だご汁もごぼうや肉の出汁が効いて美味しいです。赤牛丼には温泉卵が乗っていてお肉に絡めていただきます。ちょうどいい感じの硬さで黄身のとろっと感が食欲をそそります。お肉の上の肉味噌もいい塩梅の味付けでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは美味しい水も汲んで温泉に向かいます。阿蘇市内牧にある湯楽さんに伺いました。2020年10月10日にオープンした新しい日帰りの入浴施設です。廃業した旅館を8年かけて工務店の方がリノベーションした施設とのこと。ナノミストサウナをそそられますが、今回は家族湯にを50分お借りします。それでは家族湯に行ってみましょう。表の駐車場を通り過ぎた奥に家族湯はありました。それではお邪魔します。お風呂は結構広いですね。こちらはベッドがあります。お聞きしたところ、泊まれるように準備中とのこと。泊まれるようになったら宿泊で伺いたいですね。洗面台、ドライヤーは設置されています。奥にはトイレもついていて安心です。エアコンは有料みたいですね。リンスインシャンプーとボディーソープは揃っています。泉質はナトリウム、カルシウム、マグネシウム、硫酸塩泉。確かに硫黄と鉄のような匂いがします。豊富な湯量があるため源泉かけ流しです。内風呂は湯気も上がって暖かいですね。しっかりぬくもれそうです。露天風呂は開放感があってとても気持ちいいです。お湯の音も心地いいですね。初めて訪れた温泉でしたが、ゆったり稜線を満喫できました。ありがとうございました。ほぼペーハーは7ぐらい。分析書通りですね。湯口のお湯の温度を測ってみたいと思います。42.5 度です。ちなみに浴槽内は 41.2 度でした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ励みになりますので、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。